皆さん、こんにちは。みちこです。今回は、日本海絶景ドライブシリーズ、その2。360度、国道8号、道の駅、海テラス灘区から、直江津海水浴場、入り口、をお送りします。道の駅、海テラス灘区で奮発した3食海鮮丼の思い出に浸りつつ、国道8号を直江津方面に向かいます。沿道に民家も施設もない海だけが広がる区間になります。これはこれで絶景です。次に街が現れるのは有馬川です。して山手側を通っている道は通称ふびき自転車道、県道542号上越糸魚川自転車道線、旧北陸本線の線路跡地を利用して作られた自転車と歩行者の専用道路ですが、特にこの区間初期のレンガトンネルがたくさん残り、どこか自転車で通り抜ける体験ができます。現れるトンネルのどれもがレトロなレンガのポータルを持ち、海の景色より気になってしまいます。北陸本線の開通は1912年大正元年、100年以上の鉄道遺構が残って文化財指定されてはいないようですが貴重です。福井にも北陸本線跡を道路として保存活用されている区間があるそうです。こうした形で残していただき大変ありがたいですね。
日本海の水平線が見える駅としてテレビや映画などのロケスポットにもなっているそうです。1946、昭和21年に開業しました。その後 JR を経て現在三石、越後、ときめき鉄道、日本海翡翠ラインの駅となっています。の付近を走っていると、とても目立つのが信濃毎日海の家です。信濃毎日って長野県の新聞社だよね。何か別の信濃毎日ってありましたっけって思いましたが、長野の信濃毎日新聞で正解でした。信濃毎日新聞社は夏に新潟県と愛知県の海水浴場に新米海の家を運営しているのでした。購読者サービスとして優待券を本誌に掲載、新米海の家を通常料金より安く利用できることを売りにしているようです。海なし県ならではの特典だなぁと思いました。
上越歯科医療フィッシングセンターの長い桟橋のような釣り場が見えます。海に突き出たこんなユニークな人工的な釣り場が他にもあるでしょうか。しかし2024年現在営業休止されていて、その理由が施設の老朽化と今後の管理運営方法を検討するためとしており、再開されるか心配されるところです。神津から国道8号は直江津バイパスに入りますが、ここで左折し直江津海水浴場などへ向かいたいと思います。県道468号大方上越線はかつての国道8号、つまり国道9道です。直江津の中心部とをつないでいました。では少々短めですが、国道9道に入ったところで今回の動画はここでお開きにします。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良かったら高評価、チャンネル登録などご支援をよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。